全然営業できなかったっていうとこからすごいとこまで来たわけじゃないですか、はい、独学法英検1級とか TOEIC 990点っていうのは、まあ、誰でも取れることができる学習の3段階3段階もうやってみるってことをしないと絶対できるようにならない。ハローでは始まりました、もちろんチャンネル。さあ今回はですね、関先生においでいただきました。はい、よろしくお願いします。武田塾、田梨校、ひばりが丘校、東久留米校統括の伊関です。はい、まあですね、伊関先生が本出したってことなんで、はい、そうなんですよ。この出版できる日が来るとは思ってもいませんでした。もう夢みたいですね。全然英語できなかったっていうとこからすごいとこまで行ったわけじゃないですか。なんでその、まあ、本にも書いてありますけど、英語独学法というやつなんで、そこちょっと聞きたいなと思って。しかも僕の帯ついてますんで、はい、そうですね、分かるをできるにする極意満載っていうことなんですけども、はい、まあ、本当にもう結構信じられないぐらいバカだったんですよ。もうベネッセ模試での偏差値が英語と国語で 31.6 ですからね。はい、かなりバカだったんですよ。ただこの本で伝えたいことって、まあ、人間はなりたい人になれるよっていうことなんですよね。おいおい、まあ、どういうことかっていうと、人間の脳自体はそんなに変わらないんですよ、うんうん、元からできたわけじゃないじゃないですか、はい、まあ、元からできて英語講師されてる方もたくさんいますけど、そうじゃなくても英語講師になれるよっていうところだったりとか、うん、あの英検1級とか TOEIC 990点っていうのは、まあ、誰でも取れることができる、それぐらいのスコアなんだっていうことですね、うん、伝えたいなと思って書いてますよね。なるほど。なんでそれができたのかっていうと、僕武田塾っていう塾で勉強法を変えたからなんですよ、うんうん、はい、なんで勉強法って本当に大事だなと思って、なるほど、思ってるんですよね。本当に根幹とも言える勉強法が学習の3段階って言われてる3段階勉強法ですね、はい、視聴者さんの方にもですね役立つことがあるかなと思って、今回ちょっとこれをお話したいなと思ってたんですけど、まあ3段階、1が分かる、2がやってみる、そして3ができるですね、うん、第1段階の分かるなんですけど、これはどういうことかっていうと、授業を受けたりとか、まあ、本読んだりして、うん、ああなるほどって仕組みとかルールを理解するっていう段階ですね、うん、まあ、自動体の文の作り方とか、うん、My father repaired the car って感じで、お父さんが車直したっていう話があったら、まあ、まあそれを自動体にするんだったら目的語になってるものを主語に持ってきて、うん、the car から始めますよ。ただ B 動詞プラス過去分詞しなきゃいけないので、どうしよう、 the car was repaired by my father、 時制が過去だったので was にしてますっていう風にするのが自動体の作り方だよっていうのを聞いて、あなるほどねって分かるっていう段階です、うん、ここでできるって勘違いしてしまう人が多い。そうなんですよ、うん、授業を受けてるだけでもう分かった気になるっていうのをよく言われるんですけど、分かっでもその後自分でできない人がすごいですよね。森田先生もたくさん授業されてるわけじゃないですか、はい、でも授業をしている人全員が成績伸びるっていうわけではないと思うんですよね。そうですね、うん、その授業を受けた後にあることをするからちゃんと伸びる、うん、まあ、それがやってみるっていう2段階目なんですけど、まあスポーツでも同じだと思うんですよね、はい、なんか森田先生スポーツとかやってました？バスケ、サッカーやってましたね。おお、じゃあまあバスケでいきますか。マイケル・ジョーダンやってきました、目の前に、はいはい、俺がシュートの打ち方教えてやるぜって言って、でフリースローラインからダンクをバーンって、ね、やってくると、でうわー分かりましたこうやればできるんですねと、できるかってことですね、はい、だ分かるとできるは違いますよっていうことですね。ただちょっとね体格差とかもあるかもしれませんけど、うん、まあ、同じじゃあ体格のプロのバスケットボール選手がやってきたとして、こういう風にしたらばシュートが入りやすいようだとか、うん、パスが通りやすいよっていうことを教えてもらって、分かるっちゃ分かるじゃないですか、はい、であとは練習すればもうひたすら練習すればできるになりますよね、うんうん、だから練習するそのやってみるっていう段階ができるっていうその次の段階に持っていくのにもう非常に重要になっていくっていうことですね。で、まあ、勉強も同じなので覚えなきゃいけないことを覚える、暗記するっていう時間を取らなきゃいけないんですよ、うん、もう英単語とかもどうやったら覚えられますかって、もう覚えろって感じなんですよね、うん、効率的な暗記法とかもあるんで、まあ、できればこの本を読んでですね効率的な暗記法を知ってもらいたいんですけど、どんな暗記法でもいいんで、とりあえずもう1日90分ぐらい暗記に使ってみてください。もうやってみるってことをしないと絶対できるようにならない。そうですね、どんなに分かりやすいね授業を見てなるほどって思ってもそれ自分で覚えないと意味ないですからね、うん、一応その暗記法とかについてとか、まあ、リスニングの対策の仕方とかライティングの勉強法とかについてですね、うん、武田塾英語科の森田先生という方と一緒に武田塾イングリッシュチャンネルの方ですね詳しく解説していますので、まあ、具体的にどうやったらいいのか分かんないという方はちょっとそちらのチャンネルの方も見ていただけるといいかなと思います。最後第3段階ですね、できる。これはですね、まあ、できたら終わりだと思っている人多いんですよ、うん、ただこれはできる状態を維持するための段階なんです。
ああなるほど、その、はい、第2段階でできるようになった、はい、でそれでおしまいじゃダメだと。そうです、できるっていうのはいつでも記憶から取り出せて使いこなせるっていう段階なんですよね。まあ僕とかで言うともう英語とか勉強を毎日しません触れない日もあります。でも全然英語忘れません。それは何でかっていうと九九レベルで暗記してるからなんですよ。もう身についてるんです。九九忘れますかっていう話なんですよね、うん、忘れないですよね。普段からちょこちょこ使ってるし、多分80歳とかになっても忘れないと、うん、何にも九九やんなかったとしても。こういう記憶を長期記憶っていうふうに武田塾では呼んでます、はい、うんうん、まあ、短期記憶と長期記憶っていうのがあるんですけども、まあ、短期記憶から長期記憶に移行させるっていうことができる状態を維持するために非常に大事になってくるというふうに武田塾では考えてますんで、長期記憶に移行しやすい1週間の使い方とかがあります。具体的に言っちゃうと1週間に3回復習するっていう方法なんですけども、まあ、本来長期記憶って生存に関わるかどうかが長期記憶にするかどうかなんですよね、うんうん、ただ、まあ、勉強できなくても、まあ、英語喋れなくても生きていけるじゃないですか。そうですね、ってなるともしかしたらあれですよ、英語圏にいきなりもう飛ばされてなんか英語全く喋れないに住まなきゃいけないみたいな感じになったら嫌でも覚えると思うんですけど、まあ、日本にいてね冷房も効いたところで勉強できてねっていう状態だとなかなかできないと思うので、もう何回も出会うっていうのは別の長期記憶に持っていくやり方なんですよね、はいはい、まあ、皆さんもククとか覚えた時に何回も何回も、まあ、トイレとか張ったりしてなんか繰り返し覚えたと思うんですよ、うん、まあ、それぐらいですね生存に関わらない情報を長期記憶にするならば1週間で3回ぐらいですねその情報と繰り返し出会うっていうことが大事になってきます、うん、具体的にどういうやり方ですか。具体的に言うと4日進んで2日戻るという勉強法を推奨してるんですけども、はい、例えば英単語100個覚えますってなったらば1日目は100個2日目は100個っていうふうに100個ずつ進んでいくんで、うん、まあ、4日目の終わりで400個覚えてると思います、うん、5日目6日目に関してはこの1から400を総復習する日にそれぞれしてもらいたいんですよね。なるほど。なんで5日目だけで1から400をもう1回全部再テストして、うん、で忘れてしまった単語っていうのを抜き出して、でその忘れてしまった単語を全部完璧に覚え直して100点取れるぞってなったら寝るって感じです、うんうんうん、これを6日目も同じことやります、はい、1から400全部テストして間違えた単語だけ抜き出してそれを覚えて完璧になったぞってなったら寝るですね、うん、こう2日で一周しちゃうって人もいたりするんですよ、はあ、でもそれだとちょっと完璧に何だろうなった回数で言うと2回になっちゃうので、うんうんうん、5日目と6日目っていうのはですね分けてですねもう毎日やった範囲は完璧だと 100% 取れるぞってなってから寝るっていうことが大事になってくるかなと思います。7日目は7日目はですね本当にその状態がまあ保てているかどうかっていうのをチェックする日っていう風にしています。なんでまあ自分でテストしてもらってもいいですし、まあ、武田塾に通っていると確認テストっていうのがあるので、はいはい、まあ、そこで確認テストを受けてもらって本当に覚えられてるかなっていうのをチェックするような感じですね。なるほど。そこで間違えてしまったら、まあ、例えば8割覚えられてないなってなったらまだ定着しっかりできてないので次の週もまた繰り返しやった方が長期記憶になりやすいので、うんうん、進まないようにしてもらったりとか、まあ、どうしてもちょっと風邪とかひいてしまってできなかった週とかもあったりするかもしれないんで、まあ、そういう時はまあもう一回やり直すっていう感じですね。なるほど。何度も出会うっていうのはねよく言われますしね、はい、まあ、だからテレビ CM とかでもね何度も何度も流して何度も出会うことによって、うん、頭にすり込んでその商品とかサービスを忘れないようにさせるっていうのはねありますからね。それと同じように勉強っていうのも何度も何度も出会って、うん、こう忘れないようにするっていう形になるわけですね。そうですね。なんでこの学習の3段階っていうのはですね、まあ、英語学習されている視聴者の皆さんにはですね、まあ、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの中でもこう、まあ、より細かに分けたりして今自分がその4技能の中でどこの位置をやってるのかみたいなことを意識しながらやってもらえるといいかなと思うんですよね。なんでまずは例えばライティングだったら型ですよね、うん、英検とかだったら型があると思うんでその型を理解するっていうことをした後にその型を使えるようにするっていう練習、型の後にも、まあ、例えばボディって言われるあの理由書かないといけないとかだったらそのボディの書き方を理解するそしてやってみるみたいな、うん、そういうふうにですねちょっと使い分けながらですね応用してやっていってもらえると非常にいいかなと思います。なるほど。じゃあぜひですねいろんな人対象になってる本ですもんね、はい、そうですね。ちょっと英検の話しちゃいましたけど、まあ、トイック受験する人にでも役に立つ本になっていますので英語を勉強しているっていうですね人にはもうぜひ一度手に取ってみていただきたい本になっています。はい。なんで、まあ、いわゆる武田塾のね独学の勉強法をこう英語に応用したような形になっているというか、まあ、英語中心にってことで、ね、はい、なっておりますのでぜひ見てみてください。はい。今回は3つの校舎の統括の伊関先生にいろいろな話を聞きました。ぜひこの本見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。伊関さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。